今回の vlog はマクロビクッキーの動画です。で、それのレシピ動画というよりは、きっちりと計量せずに楽に作れるようになりたいという動画です。これはおし麦、それから黒米、そしてもち麦を言っているところです。と、前回買ったと玄米粉のマクロビクッキーがなくなったので、自分で作ってみようとしてます。 それまでグラノーラクッキーはよく作っててでその時にはオーツ麦っていうものをよく使ってたんですけどオートミールですねでそっちの方がともっと火が通りやすくて押し麦の方がかなり火が通るのが遅い時間がかかるっていう感じでした今回の材料はココナッツシュガーとそれからと焙煎した玄米粉ブラウンライスとパウダー そしてと素焼けのミッックスナッツで余っててたたきな粉を入れてみましたあとはオリーブオイルとでその前に使ってたとココナッツバターを薄く伸ばしてナッツを上にのせてでそれで冷やし固めたものがチョコバーの代わりになるのでそれを作ってたんですけど結局食べきれなかったので中にチョコレートの代わりで入れてます。 クッキー作りは30年以上前から材料をきっちり測ったやり方では何度も何度も作り続けているのでの得意なんですけど最近はどうしてもおかずを作るように目分量で作れるようになりたくてきっちりと計量せずに大まかな目安で作っているんですけれども。 そうするとやっぱり失敗することが多くて詳しそうなパン職人の友達に聞いてみても測った方がいいんじゃないと言われでも諦めずに自己流でいろいろやっては失敗して瞑想してますでこのクッキーの出来だったんですけどすんごい硬くてもう食べれないぐらい硬かったので失敗しましたで肺因はオイルが全く足りなかったのとあとは混ぜすぎたみたいです はいも,もちゃんも呆れてる様子です昔は焼き菓子作る時にオーブン使ってたんですけどと日本に帰国してからもう一度全てを生活用品を取り揃える時にとオーブントースターだけ買ってでそれで使ってたんですけどそれが壊れた時に海外からシェフの友達がや,やってきて日本のガスコンロについてると。 魚焼き器グリルの機能を絶賛していたのでああそうなんだと見直して結局オーブンもトースターも買わずに魚焼焼きグリルのところでクッキー焼いてますで2回目のクッキーはほぼ前回と同じ材料プラスのグラノーラと書いてあるんですがハト麦のポン菓子パフを入れました。 でパーフ状態のものはそのまま食べた方が美味しかったですそして今朝作ったクッキーはと最初に粉を入れてそしてオイルをそこに混ぜてパラパラの状態にしてから砂糖とか他の材料を入れてみましたそうすると油の量がの目分量でもちょうどいい感じになってサクサクホロホロに作ることができました 집 oh. 나라 oh.